校です。そして4つ目は下仁田町にある荒船清潔です。岩の隙間から出る冷風を利用した海湖の卵の保存する日本最大の貯蔵施設です。はい、以上の4つの資産が、連携することにより長い間難しいとされてきた生糸の大量生産が可能となり、世界の絹産業の発展に大きく貢献しました。そんな富岡製糸場と絹産業遺産群を PR するためのご当地